さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで3月19日東海人 TV 今日も楽しくお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お伝えするのは私奥和也とそしてるいでございます。はい、よろしくお願いします。ということで僕はなんかわかりませんけどなんか今始まる時なんかこんなんしてたでしょでも僕普通にこうしてたからなんか僕もしなあかんなそれだけなんですけど本当にそれだけのことだった。はい、ということでまあ今日は3月の2回目なんですけど、もうなんか今日あったかかったですよね。あったかかったですね。なんかもう車乗ってたら上着いらない。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。もう9週ぐらいからそろそろ桜の便りも聞かれるかもしれないですね。はい、ということで今日もねいろんな話題を盛りだくさんでお届けしたいと思いますので、皆さん楽しくお付き合いお願いいたします。はい、ということなんですが、早速一つ目いきましょうか。はい、一つ目はですね前回お伝えした渓流の里春祭り。こちらの方が道の駅ですね、永源寺。永源寺のね。あそこで行われてました春祭りの方をまずはご覧いただきたいと思うんですが、いろんなね催しがあったのでまずはそちらの催しをご覧ください。よかったや。はい、こちらです。これ星じゃないですよ。楓ちゃんって書いてますね。そう楓ちゃん。お星様みたいですけど、はい、もみじの楓ちゃんです。はい、ね楓ちゃんもねこれご覧ので、これ楓ちゃんなんかつけてますねここ。ああほんまですね。ねあれプレゼントかな。はい。でこれが前回お伝えしてた渓流魚クッキング。ああなるほど。これイワナですよね。はい。串今刺してはるとこですね。そう見てこれ。美味しそうですね。これ無料ですよ。無料なんです。無料。あそれは良いですね。そうこれ無料でいただけたと。無料に。響いちゃう2人組。はい、でこちらね午前中これこうやっていただけるということで、なるほどなるほど美味しいんじゃないですか。焼きたてそのまんまでねその場でいただくっていうのはやっぱりね、またこれね外で食べるっていうのがいいですね。お客さんの方もほころんでますねやっぱりね。なんかこれ軍手されてるけど熱いのかな。あ串がねやっぱりね熱がねあったりそうそれで塩焼きの他にもこうやって甘露煮があるそうなんですよ。甘露煮もいいですね。いいですね。これも頭から尻尾までいけますからね。そうですよね。骨も柔らかい。もうこれ全部丸ごと一匹食べられるのでこれも美味しそうですね。はい、でもいただきたいと思います。美味しそうにいただいてありますね。はいですね。なんか結構お客さん後ろの方も多そう。そうですね多いですね。現場からは以上です。大盛況な感じ。はいはい。まあその他にもですねこちらタロボー団子。タロボーさんって妖怪さんのタロボーですか。こちらのみたらしさん結構大きいんですよ。大きいね団子が4つついてるんですけど黒蜜きな粉ですから。なるほどなるほど。ダブルで美味しいですね。あそうですね。そしてこちらはまあお昼からだとこうやって販売もされてる。なるほどなるほど。最初のは午前中のイベントだったので、イベントのなそうですね試食がてらね。はいはい。そしてこちらも名物になりました大たこ焼き。あそうですね。いつもイベントの時はね焼いておられますよね。結構これ大きいんですよ。はいはいはい。はいこちらの方も美味しそうに焼き上がってますね。はい。そしてこういう風に干物もねこちらお隣の三重の方から多分お越しなんじゃないかなと思うんですけど、はいそう今お隣のねそういう産地の方もこうやっていってるということで、そしてこちらの方がね滋賀出身のアイドルグループマリーナブルーのミニライブがあったということでちょっとこちらお聞きいただきたいと思います。ゴムが切れたマリーナブルーは4月アイドルユニットでまだまだなんですけど、これからももっと道の駅とか他のアイドルさんライブハウスとかが多いんですけど、道の駅とかこういう素敵な場所でライブが増えたらなと思っておりますね。ちょっと頑張るのでたまにここに来た時来てください。ありがとうございます、はい、こう地元の人とかファミリーから愛されるようなアイドルになりたいと思っております。はい、はい、ということで、清流の里春祭り、こちらの模様をね、ご覧いただいたんですが、最後のマリーナブルー、はい、こちらのアイドルグループなんですけども、まあ全員が滋賀県出身のアイドルユニットということで、まあ今回はもう3期生になるんですって。1期2期3期ときてね、滋賀県の石山で発足したアイドルグループなんですけど、まだ今3期生が募集ということなんですけどね、まあこうやって道の駅を中心に活動していこうかなっていうグループだそうなんですけども、はい、滋賀県出身アイドルということで、また皆さんね、お目にかかったらぜひ応援してあげてほしいと思います。どんどん有名になってもらいたいですね。はい、ということで、こちらをお伝えしたのは清流の里春祭り、こちらの模様をお伝えいたしました。はい。はい、次なんですけど、次はですね、また次もお祭り。お祭り。はい、まあ桜の前に咲く花というと、ひまわりですね。はい、ありがとうございます。前回もやりました。前回もやったね、このパターン。はい、ということで、本当は梅ですね。そうです。はい。はい、ね、この梅祭りなんですけど、前回このいなべ市。石黒トンネルを越えたお隣の三重県いなべ市の梅祭りのね、それがもうそろそろ見頃ですよっていうことをお伝えしてたんですけども、まさに今真っ盛り、もうちょっと前ぐらいが真っ盛りだったかな、そろそろもうちょっと終わりに近づいてきたかなっていうことだそうなんですけど、この真っ盛りの3月8日に再び撮影行ってきましたので、まずはそちらの模様をご覧いただきたいと思います。ということで、ご覧いただいたのがいなべ市農業公園の梅祭り。綺麗ですね。綺麗だしてね、なんかまたお天気が良かったから、梅のピンクがそう映えますね。映えますね。なんかね、ピンクでもいろんなピンクありましたね。濃いのから薄いのからで、まあ白いのもあったんですけど、紅梅白梅ね、本当見事な梅でした。でね、まあこちらの方がもうそろそろ終わりがけなのかなっていう感じだったそうなんですけども、はい、こちらの梅祭りが終わった後はですね、またすぐお隣のはい、このエコ福祉広場、こちらのいなべ市、同じいなべ市なんですけど、今度はですね、ぼたん祭り。ぼたん。はい、こちらの方が始まります。なるほど。こちらは4月下旬から5月上旬なんですけど、ちょうどゴールデンウィークですかね。本当ですね。ちょうどゴールデンウィーク中にこのぼたん祭り。ってことは梅が終わっって、うん、桜に行って次ボタン。ああ、そういうことだね。ね、はい、ね、でこのボタン祭りはちょっと梅祭りと会場がちょっと変わってくるので、はいはいはい、またお間違えないようにねお越しいただきたいと思いますが、はい、はい、確かねこのボタン祭りあった会場ね富士も綺麗だったと思うんです。ああ、そうですか。あの、うん、富士棚の富士ですか。そう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 。私一度前回かな、去年行かせていただいたんですけど、ね、はい、そのボタン以外のお花も確か綺麗に咲いてたなという印象があるのでね、ぜひこちらの方トンネルをくぐってお出かけいただきたいと思います。はいはい、もう言ってるうちにゴールデンウィークですよ。いやね、いやまだ早いでしょう。でももう一月後ちょっとぐらいじゃないですか。まあまあそうですね。うん、もうあっという間に来ますよ。桜が終わったらね、ゴールデンウィーク。そうか、もうはい、もうそのぐらいですか。うん、うん、そのぐらいですよ。まだ仕事の予約が来ないの、これ辛いですね。頑張ってね。はい、はい、ということでこちらねお花の話題2つお届けさせていただきました。はい、はい、こちらいなべ市の話題をねこちらお届けいたしました。はい。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。ということなんですけど、はい、そしてもう一つの話題、今日はトントントンっていくよ。はい、はい、はい、もう一つ、前回はまあフェイフェイ来てくれたんですけど、はいはい、そのもう一つ前の話題覚えてます？ああれか、あのフクロウの焼き物か。この、はいはい、お友達が増えたんスタジオに ねこのお友達、これ何人気づいてくれたかな、うん、このお友達が増えたことに誰も気づいてないでしょ。うすやこれ前回ぐらいからこうひっそりここにいてくれるんですけど、 ね、そのお隣にじゃん、あ、これです。はい、作ってはったやつの出来上がりましたか。そうなんですよ、うん、はい、鎌本さんねこう来ていただいて、志保ちゃんが作ってたやつですね。そうです、そうです、あの陶芸教室でマグカップを作ってたんですけども、はいはい、こちらの方が見事出来上がりました、うん、なるほどね。こうかな、はい、はい、意外に茶色だったんですね、色。そうなんかね、塗ってた時には全然その色が分からへんかったから。そうでもなんか確か色選べるって言ってありませんでした？うん、青系にするか、ちょっと茶色系にするか、うん、赤系にするかね、ちょっと色も選べますよってことだったんですが、すごい可愛いの見てこれねえ、うん、なんか絵がどうのこうのって言ってましたけど、いや可愛いですよね、こちらの方出来上がりました、はい、大きさ的にもねちょうどいいサイズじゃないですか、うん、そうですね、一番使いやすいサイズではないですかね。そうね、うん、大きくもなく小さくもなくちょうど手頃なサイズで、こちらの方が、はい、ね、こちらでちょっとその時も宣伝はしてたんですけども、うん、はい、これ誰でも簡単に、まあ、このマグカップが作れる陶芸体験、こちらの方は随時行っておられるということなんですね、うん、はい、はい、確かでも予約が、うん、必要ですの で、はい、ぜひね2名様からと言ってはりましたね、はい、布引き焼きの窯元、こちらの方でぜひご予約いただいて、この素敵なマグカップ作っていただきたいと思います、うん、はい、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、はい、うんですね、これ期間作ったのは ね、はい、お仲間が増えましたということで、はい、あ、でもこれ志保ちゃんところ持って帰るでしょ。使うでしょ。はい、使うでしょ。せっかく作ったからね、はい、はいはい、またね作って、私もこう作ったことがあったらまたここに飾りたいなと思いますけど使わない、うん、飾り用にね、はい、はい、ということで今日はいろんな話題をお届けしましたが、はい、まあ、もうすぐね、うん、もう春真っ盛りということなんで、うん、春のイベントどんどん増えてくると思うんですけども、ね、はい、はい、まあね、前回来ていただいたフェイフェイにもぜひ頑張っていただきたいな、はい、ね、フェイフェイ頑張っていただきたいです、はい、はい、頑張っていただきたいです。しっかり稼いでくれ、はい、稼いでくれ、はい、頑張れということで今日も話題いろいろお届けしました、はい、はい、次回はですね、うん、4月の2日4月の2日か、はい、が放送日になります、4月の2日というともうそろそろ桜の便りが東近江でも聞かれてるかもしれないね。うん、多分そうでしょうね。ね、うん、今年ちょっと早めみたいですから ね。これからちょっと来週ぐらいから気温も高くなるそうなので、はい、一気に桜の開花もね、うん、広がってこう進んでいくような気もしますけども、はいはいはい、その頃にはちょっと桜の便りもお届けしつつ、ね、まだね春のいろんな情報をお届けできたらいいなと思います。はい、はい、ということで今日の東近江.tv はこの辺で、はい、それでは皆さんさよなら。